株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。プロ野球の SMBC 日本シリーズ2021 7試合制は25日第5戦が東京ドームで行われ、オリックスが6対5でヤクルトに勝って連敗を3で止め2勝3敗とした。株式会社 AI によるデモ音声です。26日は移動日となり、第6戦は27日午後6時からホットもっと神戸で開催される。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オリックス 6-5 ヤクルト。ヤクルトは2回オスナの併殺打の間に1点を先制した。これはデモ音声です。オリックスは4回杉本の敵地打で追いついたが、ヤクルトはその裏村上のソロで勝ち越した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オリックスは6回に T 岡田の敵地打で同点とすると、7回には太田の敵地三塁打と代打親の敵地打で2点を勝ち越した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オリックスは8回に伏見の敵地二塁打で1点を加えた。株式会社 AI によるデモ音声です。ヤクルトはその裏山田が同点スリーランを放った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オリックスは9回代打ジョーンズのソロで勝ち越し、これはデモ音声です。その裏を平野啓が無失点に抑え連敗を3で止めた。